いつもながらですね、マットに足を伸ばして長座になっていったら足首回しからいきましょう。右膝立てて、左太ももの上に乗せちゃいます。見えるかな、こんな感じね。そして左手と右足の指で握手します。もうこれね、毎回のようにやってるので、どうかな、足の指開くようになっていったかな。そして、右手すねのあたりに置いていったら、前回し後ろ回し、ぐるぐるぐるっと足首を回してあげてください。で、足の指ね、頑張って全部広げてください。ちょっとね、足の指なかなか広がらない人多いと思うんだけれども、できるだけ広げるようにこのヨガの時間してもらって、で、日常だったらね、お風呂入りながらこの足の指に手の指をこうね、通していって、握手するっていうのをお風呂の中とかでね、やってみてください。これもね、すごい足をね、動かすのに必要な、準備運動になります。はい、じゃあストップしたら、両手腰の後ろ、そして左膝を90度ぐらいまで立てていきます。で、お尻のストレッチです。股関節今日動かしますのでね、お尻の緊張を取っていきましょう。両手腰の後ろ、そしてここでね、ポイントは背骨をしっかり伸ばすことです。骨盤しっかりグーッと引き上げて、そして肩を少し回し下げるようにして、手首でグッと床をしましょう。顎を引いて目線斜め上の空を見ます。肩と耳離して、肩をね、こうやってすくめないようにしてみましょう。で、この右お尻にね、ストレッチをかけていきます。では呼吸しましょう。吸って両手マットプッシュ、背骨を伸ばして、で、吐いて右膝を斜め前に押し出すようにしてあげて、少しずつ右お尻にストレッチかけますが、結構人によってはきついと思う。最初にお話しした通り、1ミリずつ調整すること、そしてゆっくり呼吸続けながらゆっくり動いてみましょう。ではもう一度吸って、背骨を伸ばして、吐いて右膝斜め前にぐーっと押し出していったら、ここから右足首を左股関節の方にスッと下げてみてください。で、ゆっくり左すねを床の方に下ろして、右膝が上のハーフロータスを組んでいきます。今こういう状態ね。はい、じゃあ両手右ふくらはぎ下からすくい上げていきましょう。ゆりかごストレッチ、ゆらゆら右足を左右に揺らしてあげます。で、ここもね、やっぱり背骨伸ばしてあげたいですね。腰が丸まらないように顎を引いて、頭空高く引き上げるようにしてあげてください。そしてこの右のお尻、右太ももの外側ね、しっかりとストレッチかけていきましょう。肩は力まないようにします。はい、じゃあゆっくりストップして、右足もマットに下ろしたら、もう一度長座に戻って足チェンジしていきましょう。今度は左膝を曲げて、右太ももの上に乗せたら、右手と左足の指で握手、足の指しっかり広げましょう。左手すねに添えて、足首を前回し後ろ回し、ぐるぐるぐるっと回してあげましょう。で、しっかりね、足の指広げてあげると、つま先の方までね、血流の流れ、あるいは体温をね、感じられると思います。はい、じゃあストップしたら、両手腰の後ろ、右膝90度ぐらいに立てて、今度は左のお尻ストレッチかけましょう。さっきと同じね、腰は丸めるんじゃなくて、できるだけ背骨伸ばします。で、肩を回し下げる、手首グーッという顔をして、顎を引きます。目線斜め上の空を見ましょう。では吸って背骨を伸ばして、両手マットプッシュ、吐いて左膝斜め前ですね、押し出してみましょう。無理しないこと、そして痛いところまでやらないこと。痛いと感じたら、反射的にね、体は硬くなるので、1ミリずつ調整して、自分の体と相談しながら、調整してみてください。ではもう一つ吸って背骨伸ばして、吐いて左膝斜め前に押し出していったら、左足首を右の鼠径部のところにスッと下ろしてから、右すねを床の方に下ろして、左膝上のハーフロータス組みましょう。まあ、こういう状態ね。では両手左すね下からすくい上げて、ゆらゆらゆりかごストレッチです。今度は左のお尻、左太ももの外側ですね、しっかりと揺らしながらストレッチかけます。で、お尻の筋肉は股関節にがっつりくっついている結構大きい筋肉なので、ここでね、最初のうちにできるだけ、ほぐしておきたいと思います。はい、じゃあストップしたら、ゆっくり左足も
床に下ろしてあげましょう。では最後両膝立てて、足首は腰幅にちょっと広めにします。で膝を左右にパターンパターン倒していきましょう。股関節から腰をほぐします。膝の内側をマットの方にね少し近づけるようにしてあげて、ゆっくり動きましょう。股関節から腰の方までね動いてるなって感覚つかめるといいですね。はい、じゃあ真ん中でストップしたらマットに四つん這いに入っていきます。ではマットの真ん中四つん這いです。肩の真下に手首、腰の真下に膝で、今日はねつま先立ちを作っていこうと思います。じゃあここからね、キャット&カウ、背骨を反らせたり丸めたりしていきますが、今日のテーマ開脚ですね。少し意識しながらやっていきましょう。ではマットに四つん這いから右足だけ横にポンと出していきます。見えるかな。左膝の真横に右足首がきます。そして右足のこの土踏まずの面を床に向けて、右足の裏はねこんな感じ、横向いてて大丈夫。はい、でこの状態ですね、この右足だけ開脚しながらキャット&カウ、背骨に波を起こしていきます。では両手のひらパーにしてあげて、で肩と耳離してあげましょう。では一緒に始めます。まず吸ってゆっくりおへそ床の方に下げます。で目線正面ですね、顎を引いて肩と耳を離して胸を反らせます。で吐いて背中を丸めながら、このままねお尻を後ろ足のかかとの方に近づけていきます。でこの時に右足のつま先は空を向けて、右内ももストレッチ、これ繰り返しましょう。吸って四つん這いから胸を反らせて目線正面です。で吐いて背中丸めましょう。お尻左足かかとの上、そして右足つま先空向けて、もう一度吸って胸目線正面に開いて、で吐いて背中を丸めていきます。ゆっくりお尻かかとの上、右足つま先空向けた。じゃあここでキープ、一度呼吸入れます。鼻から吸って深く吐く。今ねストレッチ効いてるこの右内ももにしっかり呼吸を送ってあげましょう。では次の吸う呼吸でもう一回ね背骨床と平行まで起き上がっていったら、ここからね右足の裏べったり床の方を踏み込んじゃってください。でゆっくり上半身を起こしていきます。膝立ちのポジションです。今こういう感じね、左肩腰膝が一直線で、右足は横に伸びています。でさっき言いました足の裏は床向きだけれども、いければつま先ポイント、ちょっとね踏みづらいなっていう方はちょっと足首斜めててもいいです。足の裏床踏めることを最優先してください。じゃ両手腰の横に置いて、で尻尾のねキューッと下げていきます。そうすると少しお尻を締めるような感じかな。そうするとね鼠径部がさらに広がってくると思います。では右手、右太ももの横に置いたら吸って左手アップ、左あばらウエスト伸ばして、で吐いてゆっくり体右側に倒します。パリガーサナです。お尻ね後ろじゃなくてむしろねぐーっと前の方に押し出すようにして、吸って脇の下から空見ます。吐いて尻尾のねぎゅーっと下向き、体の左側を大きく広げましょう。肩リラックスです。では吸って左手アップ、で吐いて今度は左膝の延長線上に左手カップハンズで置いていきます。次の吸う呼吸、右手空ぐーっと持ち上げて、吐いて頭の向こう側手のひら下向きに変えます。吸って脇の下から空見て、ここもね少し吐きながらお尻締めて、鼠径部前に開いていきましょう。肩リラックスしていきます。もう一つ吸って、で吐いてゆっくり右手左手マットに下ろしましょう。では四つん這いに戻ります。右膝引っ込めてマットに四つん這いに入っていきましょう。じゃあ今度反対側ね、左足を横にポンと出していきます。右膝の延長線上に左膝が伸びてきます。そして左足の土踏まずがマットです。左足の裏は今は、ね、横向いてて大丈夫。では手のひら大きなパンにして、しっかり両手マットを押すようにしましょう。では背骨に波を起こします。吸ってお腹下げましょう。目線正面、胸を開いて、で吐いて背中を丸めたら、お尻今度右足かかとの方に近づけて、左足つま先空向き、左内ももストレッチ続けましょう。吸って胸を反らせていく。目線正面に開いて、
吐いて背中を丸めます。お尻を右足かかとの上に近づけていく。もう一度吸って胸を反らせましょう。片耳離す。吐いて背中を丸めて、お尻が右足かかとの上、左足つま先は空向けたまま、ここでキープ。鼻から吸って、鼻から吐く。呼吸を左内ももにしっかり送りましょう。肩リラックスしていきます。では次の吸う呼吸で背骨床平行まで起き上がったら、左足の裏べったりマット踏んじゃってください。床を踏んでいく。でゆっくり上半身起こしましょう。じゃあ今度は左足が横に伸びています。で右腰の下に右膝ね、こういう風に外に逃げてるとちょっとね疲れてきちゃうから、骨盤の下に右足セットしましょう。左足の裏はべったり床ついて、つま先横向きか、ちょっとね踏みづらかったら斜め向いててもいいですよ。では両手腰、尻尾の骨下、そして顎を引いて頭上です。背骨しっかり伸ばしておきましょう。では左手太ももの横に置いたら、右手のひらくるっと空向けて、吸う呼吸右手横から上に持ち上げます。で吐いて体を左側にゆっくり倒します。無理しないでね。吸って上に広がる、下じゃなくてね上の方に体解放します。で吐いて尻尾のねぐーっと下向けて、鼠径部開きつつ、右のあばら一つ一つの間やウエスト広げましょう。肩リラックスします。では次の吸う呼吸で右手遠く遠く通って、カップハンズですね、右膝の延長線上に置いたら、次の吸う呼吸で左手横から持ち上げて、吐いて頭の向こうが手のひら下向き、吸って脇の下から空見て、吐いてお尻締めていきます。肩リラックス、体のちょうど左側大きく広げてあげましょう。もう一つ吸って、で吐きながら左手右手マットに戻しましょう。ゆっくり左膝引っ込めて、マットに四つん這いに戻ってきます。はい、じゃあ今度前後の動きもやっていきましょう。両手の間に右足をよいしょ連れてきましょう。で今度は左足の甲を寝かせていきます。右膝の下に右足首を置いていく。そして左膝骨盤よりちょっと後ろで、今日は左足の甲を寝かせて、後ろ足のかかとしっかり空向けてください。そうすると後ろ足の甲、親指の付け根で、ね、床を押せるようになって、膝の負担がねちょっと減ってきます。両手カップハンズ、指先立てて脇の下締める。脇の下に体温計挟むように、で顎引きます。肩と耳離して、首の後ろ長くしていきましょう。では吸って胸目線正面に開いて、吐いて背中後ろですね。今度は右腰後ろに引いて、右膝いけるところまで伸ばしましょう。ハッハヌマンサナ、右足つま先空向き、これ繰り返しましょう。吸って右膝曲げて、胸目線正面に開いて、吐いて右腰後ろハッハヌマンサナ、肩リラックス、きつかったらちょっと曲げてでもいい。もう一度吸って右膝曲げて、上に上に、そして胸は前です。吐いて右腰後ろハッハヌマンサナです。では次の吸う呼吸、右膝曲げたら、吐いて左手のひらべったり床を置いちゃってください。次の吸う呼吸、右手後ろから上に持ち上げてツイスト入れましょう。一回肩リラックスして、次の吸う呼吸で右手空つかむように上に伸びましょう。で吐いてこの右膝と左胸を少し近づけてツイストかけます。もう一つ吸って、で吐いて右手前からマットに下ろしましょう。では右足後ろ四つん這いから足チェンジ、左足前、手でよいしょ連れてきてあげてください。左膝の下に左足首置いて、右膝は骨盤よりちょっと後ろ、足の甲を寝かせて右足のかかと空向きです。では両手指先立てて脇の下締めます。で顎を引いて首の後ろぐーっと長くしていきましょう。では吸う呼吸、少し頭上に引き上げて胸も開いていく。で吐いて左腰後ろハッハヌマンサナです。これ結構ストレッチきついから無理しないでちょっと曲げてもいい。繰り返します。吸って左膝曲げて、目線正面、胸前に押して、で吐いて左腰後ろ、左足つま先も空向けます。ラスト、吸って左膝曲げて首長く、吐いて左腰後ろハッハヌマンサナ、肩力抜いてあげて、では吸って左膝を曲げたら、吐いて右手のひらべったり床を置きます。次の吸う呼吸、まず左手後ろから上に引っ張り上げて、
で吐いて左膝と今度ね右胸を近づけていきます。今こういう感じでツイストかけてますよ。吸って左手空触ろうとする、吐いてこの左膝と右胸を近づけてさらにツイスト深めましょう。もう一つ吸って、で吐いて左手前からマットに下ろしていきましょう。ではゆっくり四つん這いに戻って左足下げましょう。では手のひら1個前に置いてあげて、吸って両手マットプッシュで、吐いてゆっくり前にね身を乗り出すようにしてスローモーションで腹ばいに入っていきましょう。では手のひら胸の横、吸って顎引きます。コブラのポーズ、みぞおち引き上げて、吐いて一回肩を下げましょう。顎引いて首の後ろシュワシュワ入れないように、でかかとをぎゅーっと向かわせてみてください。気持ちをお尻締めます。もう一つ吸って胸が前で、吐いてゆっくり頭を下ろしましょう。では吸って両手マットプッシュして、吐いてチャイルドポーズ、一回お休みします。ふう、お尻かかとの上、おでこマット、肘軽く曲げて肩首の力抜きましょう。一度背中から吸って、口から吐く、はあ、体の中の緊張力み、滞ってるものもねこのチャイルドポーズでどんどん吐き出して、体も心もね楽にしてあげましょう。では呼吸が落ち着いたら手のひら顔の横、吸う呼吸両手マットプッシュしてゆっくり起き上がってきてください。はい、じゃあここから左右開脚いきましょう。最初にお話しした通りブランケットとかクッションね、お尻の下に敷けるものある方はここで準備して、その上にお尻のっけて座ります。はい、水分いつでも取ってあげてね、無理しないようにしましょう。じゃあね、最初右膝を曲げて左足が伸びている半分の開脚いこうと思います。で、今日はもちろん開脚がテーマだからいっぱいね股関節広げたくなっちゃうんですけども、開脚のねポイントはどこまで股関節が開くかじゃなくてね、背骨を伸ばせるかどうかが結構キーになります。ここなの。なのでいくらね開脚が頑張れてても腰がねこうやって丸くなっちゃってるとあんまり効果ないんですね。なので、ちょっと足閉じてもいいから、その分ねこの腰がしっかりと伸びていく、背骨ができるだけね上に上に伸びるような足の開脚の角度を探してみましょう。無理して広げすぎなくていいよっていうこと。でも背骨をしっかり伸ばす、骨盤から頭頂にかけて引き上げるのはみんな共通で、今日ね、ポイントとして守っていきましょう。では、左膝まっすぐ、足首90度になっていきましょう。そしてね、開脚は無理のない角度探していったら、パルブリタジャヌシルシアサナですね、左手のひら、左膝の上に置きましょう。では右手のひら、くるっと空向けて、吸って横から持ち上げます。上に引っ張り上げたら、吐いてこのままね、側屈を入れていきましょう。ゆっくり体全体左側に倒しますが、肩リラックスね。吸って上に上に広がっていく、腰から伸ばしていくように、で吐いて肩リラックスです。特にこの左胸から大きく空の方に広げてみてください。下っていうよりかも上ね、こっちの方優先してみましょう。もう一つってお腹から吐きます。OK、では吸いながら右手頭一緒に持ち上げて、で吐いてゆっくり右手を下ろしたら、怪我しないようにゆっくりね、左手内ももそーっと掴んだらゆっくり膝曲げて、今度は右膝を伸ばしていく開脚いきましょう。で左右差ねみんな結構あると思いますので、今この瞬間の座りやすい股関節の角度を探しましょう。さっきも言ったように腰が伸びる方優先ね、背骨を伸ばす方優先してあげて、開脚のね角度は無理しないようにしてみてください。はい、じゃあねお尻のお肉少し広げてあげて、骨盤大地の方に、腰から首の後ろ頭頂まで空高く引き上げて肩の力抜きましょう。右膝まっすぐ、足首90度、右手は右膝に軽く添えておきましょう。左手のひらくるっと空向けて、次の吸う呼吸左手横から上に引っ張り上げて、左あばらウエスト伸ばしましょう。
で吐いてゆっくり体を右側に倒していきます。肩リラックスして、吸って上に広がっていく、下じゃなくて上だよ。で吐いて肩力抜いて、左のお尻ね、ブランケットあるいはクッションの方に押し込むようにしてあげましょう。骨盤がね浮きすぎないように、吸って肩をリラックスしながら胸目線空に開いて、吐いて骨盤大地の方に根ざしていきます。もう一つ吸って、で吐きます。 OK。 では吸いながら左手頭一緒に引っ張り上げて、で吐いてゆっくり左手下ろしましょう。じゃあここからフルの開脚いきます。ゆっくり左足を伸ばして、ウパビシタコナーサナいきますが、これもさっき言いました背骨伸ばす方優先ね。開脚少し閉じてもいいから、骨盤から首の後ろ頭頂まで伸びるところを探しましょう。まあ、正確に言うとウパビシタコナーサナは股関節90度ぐらい開けばもう十分です。サマコーナーみたいにね左右完璧に開かなくていいので、無理せず背骨を伸ばすところを探してみてください。じゃあお尻のお肉広げてあげて、股関節ねしっかりと開いていきます。こっちの方が見やすいかな。そして最初に言いました腰から首の後ろ頭頂までしっかり引っ張り上げて、まず両手カッパ反対腰の後ろに置いちゃいましょう。もう背骨伸ばすのでも十分かもしれない。吸って顎を引いて腰から首の後ろ頭頂引っ張り上げて、で吐いて一回肩力抜きましょう。でこのね開脚の内ももの感覚と腰を伸ばす感覚をまず使ってみてで、今日これでもう精一杯だなっていう方はここで呼吸しててもいい。もう少しいけそうな方は吸って顎を引いて頭頂上に上に引っ張り上げたら、吐いて両手カップハンズで前の方に置いていきます。少し丸めない、吸って腰から首の後ろ頭頂引っ張り上げて、このおへそと恥骨を今度はね開くようなイメージかな。で吐いていけそうだったら両手のひら一本前です。でこれ呼吸とともに繰り返しましょう。吸って顎を引いて、おへそと恥骨の距離を作りながら腰を伸ばします。で半呼吸でもう一歩いけそうだったら両手一歩前。では優しく目を閉じて自分の体と相談しながらねポーズ味わっていきましょう。もう今日は無理だなって方は背骨空でも十分開脚できてますからね、自分の体に正直にね、そして丁寧に練習してみましょう。では吸って顎を引いて腰から背骨一直線で、吐いておへそ、そしてゆっくりゆっくり鼠径部がね床の方に近づいていきます。行き過ぎたなと思ったら戻ってもいいし、その場で呼吸続けて体とあと心にね少し余裕ができそうだったら、吐呼吸のタイミングで手のひら一歩前に伸ばしてみましょう。ゆっくり自分の体と相談しながら呼吸を特に内ももそして腰に送ってみてください。もう一つ吸って吐きます。OK、 頑張りました。では吸う呼吸で両手マットプッシュしてゆっくり起き上がりましょう。じゃあ怪我しないようにゆっくりいきます。右手内ももキャッチしたらゆっくり膝を曲げて、で左手内ももキャッチしたらゆっくり膝を曲げて、バッタコナーサナいきましょう。足裏合わせます。で両手つま先包んだら腰背骨ぐーっと伸ばします。肩力を抜いて顎を引きましょう。バタバタバタ、今ねがっつり使っていった股関節そして内ももお尻もねリラックスさせてあげてください。ガンガンいかなくていい、ちょっと揺らしながら、足ね楽にしてあげるようなイメージですね。はい、じゃあストップしたら両手で膝を閉じて、最後仰向けになって、シャバーサナに入っていきましょう。水分必要な方は取ってあげてからでいいです。じゃあ最初ね少し膝を曲げてゆっくりマットに仰向けになっていきましょう。そして上半身ねまず大地に預けたら両膝胸の方に引き寄せてあげて、両手膝を抱えます。で左右コロコロ転がってあげて、腰優しくほぐしてあげましょう。ここはね何にも力いりません。ただ膝抱えて左右コロコロしてね腰や背中のマッサージしてるだけです。あと今日一日ね頑張ってきた自分自身もしっかり抱きしめてあげましょう。はい、
じゃあ真ん中でストップしたら足をマットに下ろしてシャバーサナー、最後のね休息のポーズに入っていきます。マットにね両足を下ろして仰向けになると腰痛い方はいつもながら両膝を立てて膝くっつけておきましょう。足の裏はマット幅です。特に問題ない方は足は腰幅以上に広げてあげて、両手も体から少し離します。手のひら空向けましょう。で優しく目を閉じて全身力を抜いて大地に身を預けます。でこのまま口は閉じて鼻から吸って鼻から吐きます。今日ね股関節いっぱい動かしていったので呼吸を股関節から太ももそして足のつま先までねいっぱい送ってあげましょう。そして半呼吸とともに今日一日の疲れや力み緊張滞っているものを全部吐き出します。ゆっくり深い呼吸体の内側で感じてあげて、そして呼吸をしようという、ね、意思ではなくてただ自然にね呼吸が体の中に広がっていくのだけを感じてみてください。吸うたびに呼吸が体の隅々まで広がっていく、吐くたびに体が緩んで楽になっていきます。眉間にもスペースを広げて歯の食いしばりも解きましょう。表情も柔らかくしてあげてどんどんね呼吸のたびに体がゆっくりゆっくり綺麗に浄化されていくのをイメージしてみてください。このままもう少し呼吸を続けていきます。ではあと一つ呼吸を行います。全部吐き切れたらゆっくり手の指、足の指先から動かし始めましょう。では両足を閉じて手を頭の上に組みます。吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝立てたら横にコトーンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて居心地のいい場所探しましょう。では呼吸が落ち着いたら腕で床をしながら横からゆっくり起き上がってきてください。はい、お疲れ様でした。